木村敬吾起用のスリーポイントの時は会場大いに沸いていました。そして菅原照入ってきています。背番号16番の涙となりと改めてになります。群馬と秋田ゲーム2ティップオフ。まずはザックがマイボールにしていきまして、左から右の攻め、バックドア。この形が先月のゲームで多かったんですよね、はい、この中山インサイドになった、はい、またこれ今古川選手のスクリーンが切ったんですよ。そのディフェンスをまた注目していきたいところです、はい、古川アタックしていて、ね、これもエンドバウンド。なんか昨日よりも秋田のこのペイントアタック、はい、今も古川がよく走っていました。さあザックが勝負に行った、勝負に行った、あーキックですね、タイムアウトですね。だからやっぱりよく走っていました。そこからパスを選んだベンチル、今でもスピードで勝ち決めた。でも今ちょっと短いですね、来ないですね。方角的には非常に角度的にはいい感じがするんですが、誰もいないならば打ってくるという、そりゃそうですよね、完全にオープンの形でしたか、熊谷も今日は一つ勝ち好調なんですが、やはり厳しくディフェンスに行っています。あー、それでもよく、これはすごい、古川もよく守ってたんですけどもね、この辺りの群馬のディフェンスがなかなか苦しい。古川、わー、古川が今日はすごい。残り5秒を切ります。ちょっと苦しい形だ群馬、それでもなんとかトレイ・ジョーンズよく決めましたが、ここにザックがいてセカンドチャンス、カーターから外へ、わー止まらない古川、いやー止まらない、22得点。あー、辻選手と木村選手はね、スリー悪くないですよね。いいですよね。辻現在チームの中でトップ14得点。うわー、あーザック、あー N1 です、 N1 ね、コシも入っています。で木村、星野へラインを確認してからのフリートライ、あー星野よく守った群馬、星野選手頑張りましたね今のは。そしてメンティル来た来た、メンティルホームの群馬意地を見せます。一本でも決められるか、木村ソニックリーター、最後は盛り上がり、いやー超ディープスリーで木村が最後に見せましたが、しかし勝ったのは